ビッカースタイプ559タイプ559の完成予想模型ビッカースタイプ559はイギリスの航空機メーカービッカース・アームストロング社が開発した超音速溶撃機である。なお、本機の設計はスーパーマリン社によって行われているが、同社は開発中の1950年代にビッカース・アームストロング社に吸収合併されており、 スーパーマリンの名では呼ばれないことが多い。イギリス空軍が提示した運用要求 F155 に基づいて、スーパーマリン社、後ビッカース・アームストロング社は1955年に設計案を完成させたが、タイプ559の開発は初期段階でキャンセルされ、フルスケールのモックアップを製作する以前の段階で中止された。本機の開発中止後、 F155 は、強作機種であるアームストロングホイットワース、オータムウィンター169とフェアリーアビエーションデルタ3の開発が続けられることとなったが、しかしながら、この両機種とも1957年防衛白書によってキャンセルされた。タイプ559は、全部のカラード翼と後部のデルタ型主翼を組み合わせた型の斬新的なデザインで、垂直尾翼は、 主翼両端に設けられていた。主機として、アフターバーナー付き、デハビランドジャイロンターボジェットエンジンを2機、上下縦型に配置し、操縦席仮面に巨大な空気取り入れ口を設けた。ジェットエンジンの両側面、主翼公園の根本には、ブースト用として、スペクタージュニア液体燃料、ロケットエンジンが装備された。武装は、空対空ミサイルのみで、機銃は装備していない。 日本のレッドカーブミサイル、またはブルージェイミサイルが、胴体上側側側面、カナードと主翼の中間部に装着可能であった。操縦席は並列複座となっており、操縦士とレーダー、下記完成試験広報士が登場する予定となっていた。ありがとうございます。